絶対押さねえよ。これで勝ちきる。きちゅー。お、これは、キャリーしてもらった組。はい、ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。ソーシャルボタン。早い。早い。目がほんとおしゃれだな。はい、隠し色。よいしょ。おしゃれボタン。でもなんで白いっすよ。おしゃれボタン。今日初手でボタンを押した人全員白です。お、統計学科。じゃあエレジーさんは白。そう。まあ僕はあのなんか逆張り大好きなんでインポスターです。逆張りしてんの。逆張りです。逆張りオタク。貨物。サボタージャー基本僕やった方が良さそうだな。やっぱりやったフラミンゴ警察だ。あら、はい、あですね、エレジーさんアーカイブの右ベントのほぼ上のところですね。アーカイブ、あらソニキさんや、エレジーさんが白だった。ソニキさんのあのタオルしまうとこにいました、はい、最後、うん、いました、うん、エレジーさんの最終目的は、あ、僕、それも僕です。停電を、昇降機右側で一緒に直してるので、本当に直近です。うん、で、その後、アーカイブのタスクしようとして、すぐ、レポート光ったので。なるほど。藤宮さんさ、ゾニキさんが確定って言った話って、はい、それ、足しての情報を聞かずに、ってことなんですけど、ゾニキさん怪しいやんっていうのを言っただけです。確定とは言ってません。もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。藤宮さん。藤宮さん、はい、お願いします。僕は、シャワールームで停電中タオル拾いをやってて、最後停電が明けた時タオルをしまおうとしたらゾニキさんがそこに立ってた。でゾニキさんは、うん、停電中しまってる様子はなかったんで、さらに怪しいなと思ってそういう発言しました。しまってました。見えてないです。いや、ただ名前がチラチラ見えてたので、誰かがしまっていたのであれば藤宮さんですね。うん、ゾニキさん目線だと藤宮さん容疑者なんですか。いや、タオル、停電中にタオル拾ってた人って夏目先生かと思ったんですけど、夏目先生ではない。夏目はゾニキさんをシャワー室で見て、その後電気セキュリティです。あ、ゾニキさんを見てました。あ、じゃあとりあえず僕とゾニキさん以外の容疑者を洗った方が早いと思います。うん、エロチャンスなだめはキッチンで見てるんで、その時間帯に、もう白です。お互い、あと柿さんも無理ですね、コックピットいたんで。うんうん、はい、僕目線はそのエロちゃんの名前は見えてないですけど、誰かいるのは記憶してるんで大丈夫かと思います。わらわ、エレクトリカルの停電中って夏目先生に会ったと思うんだけど、会ってなかったかな。あ、会いました。セキュリティじゃね。あ、セキュリティか。エレクトリカルも、うん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 、じゃあ夏目先生とリンネさんもなし、はい、センターさんとチャゲポヨ、はい、あ、センターさんかのアリバイ聞いて、うん、チャゲポヨさんのセリフがあり得るかなぐらいな。うんうん、はい、これは釣られそうだな。刺さったら面白いキレだったけど。もしもした。ありがとうございます。僕、宿舎前分けなんですけど、アドミンコックピット入ったなら見てないですかね。アドミン情報とかないですか。アドミン一瞬しか見てないんで、一瞬しか見てないんだ。右の方にいっぱいおったなぐらいの。ああ、まあ誰とも会わなかったんで、しゃあないかなと思いますけど。まあ直前キルだったら、ああ、まあそうか、はい。うん、最終位置がそこら辺、宿舎前あたりだったってことですよね。
そう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 はい、そうですね、停電治りました。そしたら証拠機右側ですね、でエレジさんもその同じ場所にいて、ではしごを登ってそのまま右の方にスーッと行って、で僕もまあ、その後すぐ追っかけてアーカイブによってタスクをこなして一発目のあのファイルをしまおうと思ったら、ダウンロード近くの棚に行ったタイミングでレポートが光ってちょっと探してみたら、はい、ベントの上のところに死体があったのでレポートをしたって。ベントの可能性もあるっていうことですか？ベントの可能性も全然あると思います。まあでもセキュリティ付近で最終位置、夏目先生、凛音さんが資格してんだったら多分ベントを使うの難しい位置かなって思っちゃうので、どっちにしろ容疑は広がらないから、ゾニックさんか藤宮さんかぐらいな。ごめんなさい、自分はカメラを見ていません。凛音さんだけが見ていたので、凛音さんがインポスターだった場合はあり得ると思います。ん？あ、ん？あれ、あれ弁当の話ね。あれ、弁当の話じゃないの。あ、ごめんなさい、リンネさんの最終位置セキュリティだと思っちゃってました。いや、最終位置そうだよ。リンネさんがインポスターだった場合、相方の弁当を隠してる可能性はあるんですかっていう話です。ああ、そういうことか。センターさんは弁当って見えますか？自分は見てない。ごめんなさい、ごめんなさい、弁当って見えますか？アーカイブのところって。見えないでしたっけ？見えない。見えない。カメラでは見えないです。うん。ああ、じゃあ、関係ないかも。そうそうそう、まあ、エレジーさん切るに関しては、もう、ゾニッキさん、藤宮さん、はい、チャゲポーさん、セルフの3択ぐらいなんで、うん、あと、センターさんが、まあ、センターさん、でも、あれ、見てないですか、僕の金庫室行ってたの。あ、ちょっと見てないかな。ひーん。ちょっと早かったかもですが、はい、ボタンを押しました。ありがとうございます。はい、え、今ってさ、弁当云々の話なんだったっけ？弁当の可能性もありますよね。可能性の中に、可能性の中にあって、うん、それは完全に否定されないよって話です。ってことね。で、凛音さんは監視カメラ見てた。なんか情報とかありますか？うん、金庫室にセンターが行ってるっていうことであれば、すぐ出たから、初手だったから、多分。そう、結構直近の情報ではなくて3秒前の情報になってしまって、その時はちょっといなかった。その時がそうなんだよ。だから直近情報じゃちょっとないなっていう状態じゃね。なるほど。ちなみにゾニキさんも停電中はタオルを拾ってたっていうことでいいですか？ええ、他リネさんなんか誰々がどこに映ってたとか、はい、あーないかちょっと申し訳ない、記憶が曖昧になってしまったかも。でもね、映ってはいなかったと思うんだよね。あの最終位置的にも映んない。そうだ、多分さカメラに映る位置の人いなかったと思う、多分。なるとしたら先端だけど、僕がどういう僕がキルじゃなくてカメラに映る可能性があるんだったら、ああ、そういうことか。あとアーカイブでチャケボーさんがセレクトしたとかも映るんじゃない？あ、僕もそうですね。いやでもダウンロードとかは映んないんでカメラに。あ、まあでもそのアーカイブでこう僕の動きっていうか、うん、レポートまでの動きは見えるのかもとは思いましたけど、うん、うん、まあまあまあ中見えなかったということで、まあ記憶曖昧でしたでも結論まあね、記憶が曖昧なのでちょっとそれは待てません。藤宮のその位置関係を知りたいです、最終的な、うん、最終はシャワーのあのタオルしまうとこです。上の2人とも、あ、あの端の近く、はい、はい、アーカイブの上のドア目線は藤宮さん、なんちゃう、ゾニキさん目線は藤宮さんを否定できるってことでいいですか？逆は違うけどみたいな感じ。なんか終わってない的なやつなんじゃない？二、うん、人ともやってる最中的な話ですよね。うん、でゾニキさんがシャワーに行ったことは自分が証明できて確実なので。あれでも停電明けですよね、はい、タケポヨさんの
死体発見起点だと思う、うんうん、停電明けです LED さんが殺されたタイミングって、うん、だから直したのは2人ですもんね。中に殺してそうだけどね。よしよしよし、通った通った。とりあえず停電かな。電気アリネさんとかもちょすみません、ちょうど30秒。あれ藤宮さん死んでる。藤宮さんはね、メインホールで見てます。15秒ぐらい前ですかね。停電中見てます。これでどこ脇ですか？藤宮さん、あ、シャワーのタスク、アーカイブ脇だったと思います。アーカイブ、シャワー。一緒に湧いてます、ワラーも。一緒にお見かけしました。うん、え、電気室の方に、行ったかなと思いますね。あれ藤宮さんが先行けてるから。で、まあ、キルクールタイム的に多分10秒以内ぐらいの犯行だとは思うので。電気室にはいなかったと思うんだけど。じゃあ、エンジンかもしれないです。メインで、メインで停電中になんか左右に動くような感じで、どっち行こうかなっていう感じの動きはしてたんで。俺、シャワールーム。通ってきたんですけど、シャワールームにはいなかったです。ああ、じゃあエンジンの方に抜けてるんじゃないかな。かもしれない。いいですか。藤宮さんが死んだことによって、自分正直ゾネキさんと藤宮さんのあれだったら、藤宮さんの方は死んでたんですけど、藤宮さんがクルーメイトってなったからもう死んで、ゾネキさんを落としていいんじゃないかなと思います。多分でケアで他にできるゾニキさん視点を今から詰めましょう。セルフレポートだとチャゲポ用るのって話しちゃったよね。まあそうですね、うん、そうなんですけど、夏目さん、あの停電起きる前、あの宿舎前で一緒だったのって覚えてませんかね。で停電入って僕速攻で右側行って扉開けてヌーンって言ったんですけど、ごめん、覚えてゾニキさんさ、はい、そう、はい、あ、ごめんなさい、ゾニキさん、あのシャワー室の上のドアって開いてました？開いてたって話、藤宮化してたと思う、うん、ああ開いてました開いてました。じゃあ、それで見えてやばってなってセルフっていうストーリーはなんか若干見えたかなっていう気もする。シャケポヨさんのですか？ゾニキさん白で置くのであればね。あ、はい、釣られるのはいいんですけど、なんかもう一回喋れれば喋りたいけど、盛り上げ出したいな。なんかいや、ごめんなさい、これあと1キルされたらもうほぼ決め打ちになっちゃうから。あ、分かりました、やるんだったらもう二郎も追ってほしいですね。白で、あの絶対二郎残ってるんで、あとインポスターだったら絶対、藤宮さんキルしないです。はい、そうだよな、そうだよね。よし、はい、はい、まあ、ここは今のキルの話した方が詰まると思ってたんだけど、いや藤宮さんキルの話、うん、絶対できない人とか、停電ミーティングルームで押しました。停電直したの僕です。貨物で直してます。え、いた、貨物、貨物直してどこ行きました？アーカイブラウンジアーカイブ、あ、そっち行ってんだ。あ、じゃあちょうどすれ違いというか、こう前にいたのかな、僕の。あ、リンネさんに聞きたいんですけど、えっ、ー、と藤宮さんの最終目撃、ゾネキさん、リンネさんがメインホールで見た、ボタンの何秒前とかってざっくりでいいんで教えてもらっていいですか？ボタンの何、結構前じゃったと思う。その後エレクトリカルでセキュリティ で夏目先生と合流してキッチンまで行ってるので結構前じゃわ。え、エレクトリカルで合流した？え、セキュリティところだったっけ？合流したと思うんだけど、あの今のキルですよね。そう、藤宮殿のキルの時に先にキッチンにいたって認識なんだけど、リンネさん、あれそうじゃったっけ？あ、じゃあなおさらあれじゃない、はい、うん、まあまあどっちでもいいんじゃないと。あれは弁当ってこと？あ、メインから、メインだったら弁当があり得ると思ってて、
で武器庫から来たのかなってリンネさん思って。いや違う、わらわはセキュリティの方から来ている。あ、そう、右から入ってるの見てると思うんだけど、タスクやってたからわかんないな、それは申し訳ねえ。ただタスク、クジミアドのはあのメインホールの左に抜けてっていうのは見たんだよね。それは見てて、これで今死体に一番近かったのってゾニキさんだよね。フジメの死体に一番近かったのって、うん、それは、ね、証言的に。あ、でも僕も、同じ、はい、そうですよね。で、カキさんはメイン入ったぐらいってことですかね。そうですね、シャワー浴びてました。あ、なるほど。で、俺がシャワー室からメイン入ったとこなんですよ。で、そこで死体見えてないんですね。はい、うん、じゃあまあエンジンルームあたりが抜けてるっていう話は全然ありえるので、ベントの線疑ってた方がいいと思ってるんですよ。リンネさん、ドリキさんじゃないのであれば。いや、わかんないです、リンネさんかどうかわかんないけど。いやいいかな、ここは。自分はこれ詰まるかな。ここチャゲポヤさん連なっていい。いや俺なんか入れた、なんか危ない。スッキリさせといた。初手切りのやつじゃね。なんか疑われてるような気もしたので、ちょっと押させていただきました。うん、はい。まあ藤宮さんのじゃ話詰めましょうか。あ、でもあれじゃないですか。リンネさんのなんだっけ、藤宮さんとゾニキさん一緒にいたってことですよね。だからリンネさんが先に抜けてたっていう感じですか。なんかその位置関係を教えてほしい。一緒にアーカイブを上げたわけでしょ。アーカイブ沸きしてで。うん、で置いてったっていう形じゃねえ、バラは。あ、自分からいいですか。自分はゾニキさんと夏目がシャワー室で会ってて、でもうほぼ電気室セキュリティって言ってる間に、リンネさん先にセキュリティにいたので、うん、リンネさんを置いていって自分がその間にいるって位置関係。じゃあ合ってんじゃない、はい、あのだってゾニキさんがメインから電気室に行くとき、ゾニキさんも行ったの電気室に。シャワー室にいたんだよ。シャワー室には行ってない。うん、でなのであれば、シャワー室っていうかあのメインホールのシャワー浴びる。であれば弁当使ったんだったらエンジンで待ってって切るして弁当でキッチンって話になりますよ。わかる？あのリンネさんが先にいて、でゾニキさんと藤宮さんが一緒にいて、ゾニキさんの目撃情報によると電気かエンジンいたって感じだから。ゾニキさんが最後尾で藤宮さんその間でじゃない。リンネさんが疑われてるのってそのキルじゃないでしょ。先端藤宮さんが疑われてる。あ、ごめん、何の何のそのキルじゃないから先端が何で。そのキルじゃないから、ごめん、どのキルを疑ってるの。どのキルの話してるの。藤宮さんの話じゃないの。どのキル、藤宮さんのどのキル。メインホールで藤宮ゾニキリンネさんがいたっていう話をしてから、そっからの話の流れで今リンネさんが疑われてるのかな、うんうん、そうじゃね。じゃあ弁当があるかな、夏目先生弁当疑ってるのかな。あ、そうだそうだ、その話を詰めましょうっていう。はい、藤宮殿とゾニキ殿と我々で最初、図書室のところで湧いて、ゾニキ殿と藤宮殿を置いて我々は先に抜けている。どこに。そのままエレクトリカルの方向に抜けている。セキュリティのキッチンで夏目先生に合流という状態じゃ。で夏目先生は左武器庫から来たと言っているリンネさんが。結局チャゲポヤさんいいんだよね。もう僕はここで押したら誰か押してくんねえかな。本気るか。チャゲポヤさん連れたら楽だったんだけどな。ナイスボタンです。これ僕はもう釣らない方向ですか。俺ね、ジャゲポヨさん釣りたくないかな。私も釣りたくないです、ジャゲポヨさん。あんま釣りたくなくなってきた
かも。なんか藤宮とゾニキさんの言い合いに関して俺白殴りだと思ってたからあんま振り落ちてなかったのね、このローラーに関しては。だとしたらもう藤宮がゾニキさんじゃんって言ってるから、藤宮が死んだらゾニキさんをつるしてたよね。ゾニキさんを吊るしかなくて、藤宮がシャワー室でうろちょろしててゾニキさんがいなかったって証言もしているから、うんうん、あ、そうで自分はゾニキさんのことシャワー室で見てるよって話をしてて、LED さんキルの話だから、夏目の中では一度落ちてる認識あるね。じゃあ今落ちてると思うよ。白白いろんな聞きたいんだけど、白白の場合って多分 LED さんキルがいなくなっちゃうけど、ね、白白の場合はもうチャゲポヨ先端さんの中に、うん、だから僕の場合は、うん、だからベッドの話うんぬんっていうのが一回出たから、うん、俺ベッドだと思って今進めてたのね。で藤宮とゾニキさんは、停電中ずっとタスクをやってるっていう認識だったから2人できないんじゃないかなと思ってたので、チャゲポヨさんもそのカメラ情報欲しがってたから、そこが、出てこない以上なんか釣るの危険だと思ってたから俺あんまり釣りたくなかった、うん、全部スキップしてんのね。一応だからあの、うん、藤宮さんは弁当シャワー室の、弁当を疑ってゾニキさんを疑ってたと思いますよ。シャワー室の弁当、うん、いや、上の扉が開いてたからゾニキさんがやったんじゃないかっていう話だった。アーカイブで殺してシャワー室に合流っていう話だった。あとごめんごめん、失礼勘違いした。どれだっけ、藤宮が死んだターンの夏目先生と凛音さんの言ってることが食い違ってて、夏目先生は凛音さんがキッチンにいた、で凛音さんはセキュリティに夏目先生が右から入った時にいたって言ってるから、そこの食い違いがよく分かんない。そこはねタスクやってたから分かんない、うん、なるほど。じゃあ夏目先生からするとタスクやってたからそこまで黒くはない凛音さんだっていう、そこまで黒くはない結論になりました。まあ弁当はありそうだな、まあ、夏目さんの夏目先生の結論が来れば OK で、俺にいろいろ想定で考えてほしいと思ってる。サンキル行きたいね。ここでああまり焦らずやってもいい。最悪ローラーに持って行ってもいいな。あと耳行くか。耳塞いだし。夏目さん、夏目先生か。夏目先生、夏目先生、最初僕あそこで見ました。あれ展望デッキで結構前ですけど、あ、我らも結構前か、うん、キッチンは綺麗。ってどんぐらい前ですか、はい、ごめんなさい、そこ気になる。僕がミーティングルームまで歩いてで一個タスクやってボタンを押すぐらい前なんで、30秒とか前じゃないですか。あ、じゃあ砂雨さんとチャゲポさん無理っすね、このキル多分。あ、我らはもう、はい、夏目先生を死にしているのでお話しさせていただきたくて、はいはい、キッチンで柿殿と一緒に湧いて、でそこのタスクをこなしている間に、柿殿が一旦コックピットの方、コックピットじゃなかった、展望デッキのところタスクをこなしている中、そこに追いつつ、うん、武器庫の方に抜けた時に、うん、夏目先生がそこで入れ替わった、で柿殿を終えた状態でコックピットからのミーティングの方に、銀行室でミーティングなんだけど、だからわらわメッセンジャーと柿殿を置いて夏目先生という形なので、ちょっと疑わしい位置としてある。僕逆に僕キッチンで湧いてで、まあ、うん、
いろいろやって、でエンジンから宿舎前行ったんですけど、なんかリンネさんが宿舎前の左の方でなんかうろうろしてたんで、まあ、夏目先生を展望デッキで殺してベントで移動したのかなりあるかな。ちょっとチャゲボさんに聞きたいことがあって、バイタル見ました？バイタル見ました。見たタイミングは誰でも死んでなかったです。あ、死んでなかった。あ、じゃあ俺が見た時死んでるからかなり直近だね、死んだの。あ、そうなんだ。直近ならカキさん無理ですね。じゃあカキさん無理ですね、うん。ってなると今話に出たのがセンターさんがリンネさんの2択。ミーティング今柿さん、右のタスクやって上から押しましたよね。右、ボタンの右上あたりから押しましたね。はい、僕ミーティングで。じゃあセンターさんも、セン さ, さ, さんもできなくて、じゃあリンネさんに多分消去法でちょっとリンネさんしか。いやいや、ちょっとお待ちください。だったらもう少しお話をさせてほしい。ボタンが直近ということだかもなくて、もう多分押せる人いないんじゃないのかな、ボタン。いや、センターさん押せますね。あ、そう、押せる押せる押せる。そうなると、そうなると、そうなると、リンネさん、センタンさん。押さねえけどな。絶対押さねえけどな。これで勝ちきる。集団行動されるときついな。ミーティングでオーバーするしかないか。いける。うん、どっか。使えない使えない。なんだろうこれ、バグってんのか。バグってる。じゃあいいや。無理だー、二人で来たー。危ないー。はい、まあ、はい、センターさんですよね、多分。センターさんで。はい、いやー、すげえ、よく見っけた。危ねえ、エロちゃんさんと二人で見に行ったんですけど。なんで二人で来んだよ。危ない二人で見に行ったのを確認して。はい、まあまあまあ、はい、じゃあセンターさんに入れます。いやー、ごめん、申し訳ねえ。リンネさんにめっちゃ。いや、チャゲポーさん、グッジョブ、ほんと。いやー、これはやった。よかった、危ねえ。右側で殺すためだったかけすな。いやー、申し訳ない。リンネさん、めっちゃ冤罪です。ちなみに、めちゃくちゃ。あ、そうなんですね。藤宮さんも、誰だっけ、夏目先生も僕が殺します。申し訳ねえ、リンネさん。あらららら。じゃあ、土日さんか、ってこと。あー、白し。いやー、危なかった、ギリギリ。二人で向かってよかった。じゃあチャゲポさんとエロちゃんさんで、これコミュサボの最中突っ込もうかなってたんですけど、突っ込んでたらちょっと危なかったっすね。ナイスファイト、ナイスファイト。いやー、エロちゃんが MVP だな。エロちゃんにもすごい拍手を送りたい。全キルセンターさんです。そうだ、僕が全キルだ。全キルなんですか。全キルです。センターさんの初日にキルも強いっすね。そうですね、チャゲポさんと右の手、リアクターだっけ、丁寧直しの時に行って、その後出て、僕が先にアーカイブに行った時にセンターさんがベントから出てきて殺されて、その中後にシャゲポイさんがダウンロードしてからレポートだったかな。絶対白殴りだと思った、うん、藤宮さん。あ、そう、いや、ね、そう、あー、シャワー室ドネキさんいたよね。いた。そうだよね。藤宮がタオル拾ってんの見てたみたいな話
じゃなかったっけ、うん、そうだけど藤宮はゾニキさんいなかったっていうことを明言してたからいなかったっていうか見てない、そこでも停電だから、ね、そう停電中でもってゾニキさん聞いたのに対して藤宮いなかったって言ったから、まあまあまあ、まあ、いや申し訳ねえ、いやすいませんゾニキさん、よくね、エロちゃんが二郎残ってるって前提で進めてくれたのと、あと最後 の, あのチャゲポエさんと一緒に行ったのもマジでないすぎて、いやもうエロちゃんを拍手で送りたい、ほ、うんと、いやありがたい、ありがたかった、めっちゃ最近だった、いやもうチキンじゃった、本当に先端で申し訳ない、先端さんの2キルもナイスでした、全キルなんでしょ、全キルです、いやマジで、いやうまく、あの浮いてるとはいえマジでうまく紛れたなって感じでしたね、そのあの2人の方に容疑が行ってマジかと思って、いやマジで初手切る結構綺麗に通ったから、うん、来たと思ったんだけど、初手切るってどうやって切る、僕貨物開けで貨物から弁当でサクッてやって作業部屋さんがタスクしているのを見つつ切るして見て、あ僕が弁当入ってるの見てない読みでやってますね、なるほど、はい、だからもう正直7人で白でしかもあの1人連れてるみたいな話になりそうだった時も、あ終わったって思ったけど、そうよくエロちゃんが拾ってくれたなって思いました、本当に、いや夏目とリンネさんの二郎だと思ってたから、うん、ずっと軸の違う話を一緒してたから、この2人で、うん、でチャケプロさんもなんか3人揃うとしたからもう絶対ダメでしょ俺と思ってたから、うん、実は先端だった、自分チャケプロさん釣っていいかなって思ってた、ずっとごめんなさい、いやでも正直自分もゾニキさんと藤宮さんどっちかに一郎いんのかなぐらいに思っちゃってました、うん、僕も開口一番殴っちゃった、うん、あー悔しい、あーしやき、ちょっとリンネさんがもらい事故で釣られなければ分けてたと思うんで、あのだいぶインポスターが強かったなって試合だった、うん、めっちゃ強かった、めっちゃ切るの色もめっちゃ初手切るすごかった、チャゲポヤさんまで釣れたらマジで、ね、嬉しかったみたいな、ね、釣られない釣られなくてもう、あ白一入れたし、エロちゃんさんからもだいぶ白目で見られてたんで、俺ね、いい、電気で殺されなかった時点でこの人白だって思ってさ、あらら、ここで殺さないのは白でしょみたいなのありますよね、うん、だし僕も白目で見てくれてるから、あもう ずっとついてこうって思って、いやよかったっすね、いやもうマジでエロちゃんにハマると思わなかった、いや強かった、いや勝ちたかった、申し訳ない、殺せばな、いや惜しかったっすね、いや惜しかった本当に、ナイスインポスターナイスクルメイト、いややっぱフラミンゴ警察最強だな、フラミンゴ警察、フラミンゴ警察、ね、最後住職ナイス確保でした、最後殉職したけど相棒って言いながら確保突入してちなみに夏目先生弁当バグ見えてなかったですか、貨物室の、あ見えてなかった、あ見えてなかったです、見てなかった、真横で弁当出て殺そうと思ったらミスってボタン押されちゃって、そう、あ見てなかったです、よかった、まあ、しょうがないね、それは、いやでも鮮やかじゃった、いや全部リンネさんに冤罪かぶせて申し訳なかったです、いやもうめっちゃねリンネさんと出会っちゃって確かにずーっと同じところにいたから、うん、ちょっとやばいなって思います、まあ、そのおかげで通ったんで、ナイスでした、ナイス、いやうまかった。